生中継もやってます。はい、皆さんお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいま優先キラキ龍太郎講演会に、始めたいと思います。拍手お願いします。さて、4月19日富山県議会議員選挙において富山大区から立候補しましたキラキ龍太郎を応援する目的で有志を募り、こちらでですね講演会を企画させていただきました。私はですね、平木君の友人である、タイムプランニングジャパン株式会社の代表を務めさせていただきます福井康生です。口下手ではありますが今日一日どうぞよろしくお願いします。本日はここにお祭りの皆さんの若い力で、平木龍太郎を励ましまくってここ厳しい選挙戦を、乗り切っていただけるように応援をしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあここのですねホワイトボード、白色のですね大きなボードがあるんですけども、これは平木龍太郎組ですね応援のメッセージをですね書いていただきたいと思いご用意をしました。このですね講演会が終わった後マジックがちょっとですね5、6本しかないですが、皆さんお時間許す限りですねこちらの方に平木龍太郎組で応援のメッセージを、書いてください。そしてお時間がない方はですね、平木龍太郎君の、講演事務所の方にもですねこちら、選挙が終わるまで設置をさせていただきますので、一度遊びに行ってきてください。その時ですねこちらの、ボードの方にもですね応援メッセージの方書いていただければと思いますので、あ、止めましたね、まあ、ぜひまたよろしくお願いいたします。さあそれではですね今日の主役平木龍太郎に出てまず皆様に一言いただきたいと思いますね。マイクの方をお渡ししたいと思います。それでは平木お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。平木龍太郎本人です。今日は皆さんに街頭演説会ということでお声掛けをした結果このようにたくさんの仲間たちに集まっていただいて本当に感激をしております。今私は富山県議会議員の選挙に立候補して今戦いが始まったばかり2日目となっております。4月12日に投票日、そして今日からは期日前投票ということで皆さんの持っているその一票、それをいかに平木龍太郎に投じていただくか、単純にこの戦いをさせていただいております。皆さんの持っている1票と、そして皆さんの仲間の持っているその貴重な1票を平木というただ漢字2文字、もしくは平木というひらがな3文字を投票所に行って書いてもらう、この単純でありまたとても難しい行為を今日は皆様に応援をいただきたいと思いまして、こちらで私の演説会を開かせていただくことになりました。今日はさまざまなゲストの方々いらっしゃっておりますので冒頭の挨拶はここで終えますけれども、ぜひ皆さんの熱い力をもう15分ほど前に来ていただいてギュッと詰め込んでいただいて、私平木龍太郎とまたこの後の選挙戦にぜひ力を結集させていただきたいと思います。あ、そこ開けて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 、開けて、開けて、開けて、平木ありがとうございました。さあ今日平木君のためにね駆けつけてくださった、議員さんがいらっしゃいます。それではですね、まず、お一人目ご紹介したいと思います。野上浩太郎、参議院議員の方、セルフよろしくお願いします。野上さん、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 こんにちは。近いですね。今日はですね、本当に忙しいところ、平木龍太郎のために皆さん駆けつけていただきまして本当にありがとうございます。私からも感謝を申し上げたいと思います。この選挙、昨日から始まりました。この富山市のですね、第一の選挙は定数が11名なんですね。でプラス今2名オーバーということで13名の選挙戦になっております。そういう意味では本当に少数激戦の大変厳しい戦いであります。そういう中で平木さん、2年前、補選でですね、初当選をしていただきます。ですから今回2回目の選挙ということになるんですが、やっぱりこの補欠選挙と本選挙では全く違うんですね。補欠選挙というのはやっぱり自民党全体が応援をしてみんなで頑張って当選をするこういう選挙ですが、この本選挙はやっぱり平木龍太郎本人が皆さんと一緒になって戦う、本当に平木龍太郎の真価が問われる、そういう戦いであります。
そういう意味では大変心配してますのは、やっぱりなかなか一つは地元の皆さんのですね、票が固まってきているのかどうか、皆さん一生懸命やっていただいてますが、やはりなかなか時間のない中での選挙戦ということになりますので、まずこの地元の票をですね、固めていただく。それと今日は本当に富山市のみならず全県からですね、平木さんの仲間の方が駆けつけていただいてます。このネットワークは平木龍太郎しかないネットワークだと思いますので、ぜひこれを生かしていただいて、皆さんね、やっぱり一票一票の勝負だと思ってましたが、この選挙はやっぱりお願いをしないとどうしようもありません。平木龍太郎に一票お願いしますよ、一票お願いしますよ、ぜひこの運動をあと8日間続けていただきたいというふうに思います。今国政では地方創生ということが大きなテーマになっています。北陸新幹線もやってまいります。これで悲願が達成ということではなくて、これからがですね、これから、どういうふうにして観光を活性化していくのか、ビジネスの活性化をしていくのか、ビジネスをしっかりやって、富山でもですね、働けるような職場を作って、子どもを育てやすいようなね、小さい赤ちゃんもいますが、そういう環境を作ってやっていく、これ息の長い政策ですが、これ息の長いことをやっていくようでやっぱり若い平木雄太郎しかいないというふうに思います。ぜひ皆さんの最後最後での平木雄太郎に対するお力添えを私からお願いをして、一言ご挨拶させていただきます。皆さん頑張りましょう。よろしくお願いいたします。どうもご苦労様、ありがとうございました。大きな拍手お願いします。続きまして、氷見市より本川氷見市長を受け付けてくれました。大きな拍手お迎えください。どうも。孝太郎先生、龍太郎先生に挟まれました弟分、海の男、裕次郎でございます。今日は神田に立ち上がっていただきました。ありがとうございます。鳴り止まない拍手、本当に気持ちいいですね。乗り読んで、今日はなぜ君から、あんた来とんわけと言われました。まあ、おられる君いろいろありまして、マイクを握ることができませんので、一人一人は日曜日を過ごしてきたということがまず一点です。その他に来た理由が2つありまして、ぜひこのことを解明をしたいと思います。今日まさにこの富山県庁の前で第一声を上げる、こんなにですね、県庁前広場が活性化している状況、見たことありますか皆さん。政治もですね、企画次第ですね。平木さんと私と共通項、いくつかありますが、一つは富山県の企業未来塾の後輩であるということ、そして富山県の青年議会の後輩であるということです。私は青年議会で現在の立山町長をしていらっしゃる船橋さんと同じ時期に帰ってきて、そして共に青年議会を務めさせていただきました。今氷見で昨年市議会議員が新たに誕生しましたが、越田さんと言いますけれど、平木さんと一緒にやはりその青年議員活動をしていて、あの龍太郎が先に県会議員になるなら俺も出なければと言って奮起し、氷見に1名新しい市会議員が生まれたわけであります。富山県の公金を使って未来のリーダーを育てよう、その意思にしっかりと自らの体を張って、そして地域に県に恩返しがしたい、この純粋な気持ちで立った平木龍太郎の情熱に多くの人が心を動かされ連覇をしている、このことに感激をして駆けつけた一人であります。3点目は同じようなことを申しますが、私自身も2年前、あれは冬11月ぐらいでしたね、12月の末に、なんでこんなピンク色のカラーでやっとんねんと思いました。しかしね、今日こうやって松から見えるの桜満開の日に桜が似合う男になりました。今日の日を目指して2年前から準備をしてきた男の気持ちにですね、こだされ、しかし実は私自身も政治志向がありましたので、平木さんの選挙でいろんな選挙を勉強させてもらおうと思って通ったんです。9日間か10日間か通いながら、平木さんのおかげで選挙を勉強させてもらいました。
その時の純粋な心情を申しますと、まさに今日ぐらいの県議会議員選挙を目指して政治の準備を始めようという気持ちでした。しかし平木さんの選挙の選挙事務所の躍動感を見て、俺も立たなければ、市議選も待てない、市長だ、その気持ちをまさしく彼にいただいたのであります。この恩返しをしないわけにはいきません。最後に一言申し上げます。ちょっとだけずれますが、今日私午前中娘の入園式に行ってきました。ありがとうございます。今日はですね、保育園だったのでずっと仏教のお参りがありました。まあ、45周年というので、第1期生が私の妻だったらしいんですが、先生なんでこの幼稚園始められたんですかと聞きました。先生は仏教の教えを広めていくために幼稚園を開設することによって小さい子どもからそれを広めようとおっしゃいました。まあ、政治と宗教は別ですから今の話はちょっと例えとして置いといて、今あらゆる政治家が若者への政治参加を呼びかけています。しかしこれだけの笑顔の人がこれだけ集まっている選挙運動というのは、市議選、県議選、市長選、国政、どこを見ても、日本国のどこを見ても、今我々のこの状況が一番誇れるんじゃないですか。の政策の一つ一つはもとよりとして、やっぱり若い力で政治を、日本の未来をカイロプラティックしていこうという純粋な気持ちをはじめ、その熱伝導が複数人の、まあ、ここにいる何人かの市議も、そして私も、そしてこれから未来に向けて生まれるだろう市長や衆議院やあるいは県議、そうしたものの大衆運動、真実の政治運動を具現化し得る男だということだと思います。目の前の県議選の特等選、そんなちっちゃい目標ではなくて、もっと大きな日本国を情熱で変えていく、この高い志に向かって走ることはありませんが、これからどうぞよろしくお願いいたします。頑張れ、ゆうとも。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもう一度お願いします。続きまして富山の孫というはこの男、衆議院田畑博明様です。どうぞよろしくお願いします。田畑さん、はい、皆さんこんにちは。衆議院の田畑博明でございます。富山のこの県庁前の噴水公園、まあ、まさに富山のど真ん中で日歌を叫ぶ、ちょっと地味ですかね。こんなノリのこの集会でございます。土曜日にはかかりませんですね、本当に多くの皆さん、平木候補の激励に駆けつけていただきまして、私からも御礼を申し上げたいと思います。そもそも私は24年の12月衆議院の方に市長選をさせていただき、まあ、補欠選挙、県議会の補欠選挙が開催をされたわけでありますが、その時にこのお隣にいます平木候補は志を実現すべく県議に打って出たというのが、現実であります。まあ、ですから平木候補がこうして県議を戦っている、まあ、県議として活動した政党責任者の一人でもあるのではなかろうかと思っております。まあ、ですからこそ今回の選挙戦、平井候補の市長のために私も一生懸命回らさせていただき、支援の輪を広げさせていただいているわけであります。まあ、今日はこうしてお見かけをいたしますと、非常に県内各地で、まあ、あらゆる分野でご活躍、そしてまたエネルギッシュにですね、行動力を持って活動なさっている皆さんが多くご参集だと思います。まあ、もちろんお一人お一人一票しかないわけでありますので、ここにお集まりの皆様がさらに票を広げる、これしか基本的な現実的な選挙戦はないわけでありますから、お集まりの皆さんが1票入れてこれでよしということでは決してないということをですね、ぜひ再認識をしていただきたいと思います。富山市の選挙は大体県議あたり、まあ、1万票以上獲得をしなければいけないという選挙戦でありますので、1万票の大きさの大変さと私も感じている一人でありますし、もちろん平木候補もですね、
そう簡単な今日ではないということをですね、認識をしていると思います。ですからこそぜひ皆さん一人一人がさらに何十人にもお声をかけていただく、本当に影響力の多い方が多いんではないかと思いますから、ぜひまずそのことをご認識をいただきたいと思います。で、若い欅候補、こちらの若さゆえのいろんな皆さんの期待感があろうかと思うわけでありますが、私自身やっぱり彼に、いろんな物事の政策、まあ、これは政治は決してノリでやるものであったりとかですね、その場の雰囲気で何かを決めるということはもちろんあってはならんと思っています。物事を決めるその本質をですね、そこにはまあ正義感があるであったりとかですね、そういったその政策一つ一つによって、ひょっとしたら影の部分もできてくる部分もあろうかと思います。まあ、そういったことをしっかり飲み込んで、ではそれを判断することによって、どう県民の幸せやお一人お一人に影響があるんだろうかといったようなですね、そうしたことの本質を見ないか、まあ、政策の立案に頑張っていただきたいなと思います。まあ、もちろん若いので、いろんな前のめりになったりとかですね、非常にその辺は尖った見方をされる部分もあるんだとは思いますけど、まあ、それをしっかり乗り越えるだけのですね、胆力と、そしてまたそこを補うですね、多くの人材や人脈に、彼、欅候補は非常に備わった人間であるんではなかろうかなと思う次第であります。ただ若ければいいということではないということをですね、ぜひ自覚をしていただいて取り組んでいただきたいと思います。これからの特にこの4年間ですね、日本全国でも例えばオリンピック・パラリンピックに向けての、まあ、様々な具体的な取り組みが行われるわけであります。これは東京だけのためのオリンピックではないわけでありますので、日本全体を東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機としてですね、地域づくりであったりですとか、様々な人材づくりにも生かしていただければいけないわけでありまして、その中で富山県の果たす役割であったりですとか、これは知事が決めたり、県職員の方が決めるのみならずですね、やはりそこは長期的な視野を持つ議員がですね、しっかりエッセンスを入れていくことが非常に大事でなかろうかなと思います。いろんなビジネスの世界でも稼ぐ力をどう伸ばすかということも大変大事であります。内需型の企業、そしてまた外需を取り込む企業、それぞれの企業の皆さんが役割を発揮をしてですね、地域全体の GDP を含めたエネルギーを高めていかなければいけない。まあ、彼はそうした中でもいろんな人脈もですね、お持ちだと思うわけでありますので、私はぜひ国政を出すから富山県の発展のためにも一生懸命頑張っていきたいと思いますが、そのパートナーとしてですね、この富山市の第一選挙区欅候補が、先頭に立って頑張っていただけるものだと確信をしているわけでありますから、皆さんもぜひ熱い思いを持ってですね、選挙でありますから、これやっぱり一つ頼んだもん勝ちであったりですとか、頼まなければ今日は出ないということもですね、ぜひ自覚をしていただきたいなと申し上げてございます。では、またしっかり頑張ってまいりましょう。先ほどの本川市長も頑張ろう龍太郎とすごく爽やかに言われましたので、私もちょっと一緒に叫びたいと思いますから、みんな本当にお集まりの皆さん、平井龍太郎の出世に向けて頑張っていきましょう。頑張るぞ龍太郎、ありがとうございました。山本市議員ありがとうございました。平井総理の拍手をお願いします。続きまして、昨日ご当選された南砺市の武田真一県議会議員が、来てくれました。大きな拍手をお迎えください。皆さんこんにちは。南砺市はですね、戸賀村というところを抱えておりまして、積雪がまだ1メートル50ぐらいあります。でその中で、非常に地域間格差があります。平坦部と山間僻地と言われる中で、その中で医療や例えば子育てをどうするかということで、戸賀村も無駄分に漏れてですね、子どもたちがどんどん減ってきた。じゃあ平田や上平田へ降りて授業をすればいいんじゃないかというわけにはいかないというのは、通学に1時間近くかかるんですよ、ゆっくりバスで行っても。そんなところを抱える南砺市からやってきたわけでありますけれども、なかなか富山市の方々はそんなものは想像つかないのかなということを思っております。こうやって見ますと JC の先輩や大学のスキームの後輩や、FB 時代の方がたくさんいらっしゃいます。でこれは何々のかということであります。大体ここに113人いらっしゃいます。私数えました、113人。大体1人90人お声掛けください。約90人、1万人突破しますよ。でそんなことを考えたらなんて簡単なのかなと思いますけども、
そこら辺が今乗り越えていかなきゃいけない2日目なのかなというふうに思っております。これ5日目6日目になりますともっとヒートアップしてきますよ。これぐらいじゃないですよ。もっともっとどんどんもう一回これやればもっと増えていきます。だけどその役割を果たすのは皆さんです。皆さんこうやってやってるだけじゃない、やっぱりお声掛けをする。これ桜祭りやってらっしゃいますよね。テントの中行ってもやはり平木龍太郎をお願いしたいということをお一人お一人の力が多分1万超えしていくだろうというふうに思っております。ただこの若さで例えばですよ、低い位置でですよ、上がってもらったんでは困るんです。私は県議会で一番長時間、さっき先生方いらっしゃいましたけど、長時間一緒に過ごしている2人です。で、電脳強いですから、いつも教えてもらってますよ、電脳のことは。電脳のことはね。パソコンのことです。はい、分かるよ。分かるよ。そんなところをすごく教えてもらって、やっと FB ができるようになる。まあだるまでなりました。私たちはやっぱりやっていかなきゃあかんことは、若い人たちに政治の意識を持ってもらうこと。このままでいくとどんどん投票率下がっていきますよ。平木龍太郎の選挙で初めて投票行った方がほとんどだと思いますよ。違います。タマちゃんの選挙さえ行っていない方が多分何人かいらっしゃいます。手を挙げてくださいとは言いませんけど、はい、そんなことで必ず投票してくださいという投票行動を起こしていかなあかんというふうに思っています。だってなんとまで平木龍太郎危ないがやって入ってくるのですよ。この富波広域圏の DNA を持つ男はそんなもん応援せんわけにいきませんよ。皆さんそうでしょ。富波から応援に来たのよ。富波広域圏から本家本元の富山市が応援せんでどうするんですか。絶対に勝たせますよ。今度県庁の職員何を見てるか知ってますか。どんだけ票を担いでくれたしか見とらんがですよ。いやーこんな票を担いできた人ならすごい有権者はおるがやなということを見せつけてやらんなあかんのです。そのことによって若い人たちの政策はどんどん通りやすくなる。若い人たちの思いがどんどん政治としてつながっていくということ、これを今平木龍太郎がやろうとしている。若者のリーダーとして代表者としてやりたいがやで出てきたがですよ。これを何とか皆さん押し上げてやってくださいよ。この気持ちを分かってやってください。だからみんなが君からも来られるし、そういう思いで平木雄太を応援したいということであります。この戦い本当に厳しいものがあるというふうに思っております。だけどまだまだ8日間もありますよ。8日間もあるんですよ。私は昨日で終わりましたけれども、一生懸命また平木君の応援をさせていただきますけれども、ぜひ本家本元の山氏が頑張ってほしいというふうに思っております。あぶりはナメリカンの人も大変ですよね。ナメリカンも大変やけど、こっちまで陽介大変だけど、やっぱり平木龍太郎のために何とかしてやりたいと思っとるまで、そういう気持ちをまた組んでやってください。一生懸命私たちも頑張ります。ぜひお願いをして平木龍太郎君への激励の挨拶をさせていただきます。どうぞお願いします。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。続きまして、黒部市議会議員の成川様です。大きな拍手でお迎えください。お願いします。皆さんこんにちは。黒部市議会議員の成川でございます。今日ここで喋るとは思いませんで、こんな格好スタッフとして今参加したんですけども、喋るということなので一言だけ喋らせていただきます。選挙、平木選挙に関わらせていただいて、昨年の10月の選挙で、市議会議員に、当選させていただきました。で今議員をやってます。これもですね、平木